熱中症大丈夫でしょうか。まずは、本当の設定リンゴの、耳の歌、喉鳴らし、肩鳴らし、指鳴らしやってみました。次の歌なんですけども、今日唯一のアクターのオリジナルナンバーで、ワープダウン。
ありがとうございます。ありがとうございます。本日はお日柄もよく、こんな大きなイベントでやれることを感謝します。次なんですけども次は、フラワートラベリングバンドの名曲でメイクアップっていう曲をやりたいと思います。もうちょっとかかるんですね。自分はあの大変 MC がね下手くそなんで台本を書いてきてるんですよ。だから読み終わったら終わりなんですけどね。ではどうでしょう。もうちょっと、はい。ね、大東ロックシティいいですね。前にじゃあここであの我がアクターメンバーにちょっとインタビューをしたいと思います。まずはあのオンキーボードエグちゃんと思ったんですがちょっと今セッティングで忙しそうなのでじゃ あ, あのそうですね福山一言今年もどうぞよろしくお願いします。ね、去年も最初にこの歌を聴いたので皆さんどうも聴いてください。ありがとうございます。鈴木さん、こんにちは。なんとか頑張ってます。
がとうございます。ちょっと出しました。15分。楽しんでます。皆さんも楽しんでください。すいません、聞いてたのでみんな、ね、何を言ってるかわからない感じで、次の曲なんですけども、こんなたら次行くでっていう感じで、アクターおなじみのカバーナンバーなんですけれども、深紫の紫の炎バーンです。結束、あ、まだですか。あ、書いてることなんだ。これで仕事してます。どうしたらいいのか。キーボードの方がね、だいぶセッティングにね、はい、大丈夫です。じゃあお願いします。Stop!
フィフティーズバンドの方ですね。みんな50歳超えてます、ね、みんなこう面倒の土産みたいな感じでハートをやっていつ倒れるかわからない。今日はね、あのこんなおっさんらの演奏を聴いてくれて、あのほんまにありがとうございます。最後の曲、1曲目にあったあのね、この飛行船レッドツェペリンですね、レッドツェペリンの、歌でちょっと息切れてますね。ちょっとこちらすみません。最後はレッドツェペリンの天国への階段。もし、あれかあのステージ上であの落ちなんで倒れて、階段登りかけたら救急車よろしく。Give me hope so.
future.